じゃん、ミュート解除して。あ、これでいいですよ。はい。聞こえます。はい、お願いします。よろしくお願いします。ではもう間もなく開始なんですけども、早速待ってくださってる方がいらっしゃいますんで、多少、はい、もうこの川原は僕、モニターで、タブレットで見てるんで、で、はい、もう一人の方は、久保さんも、もうよく、はい、ご存知の方で、はい。はい、ありがとうございます。嬉しいです。その他、新助さんも仮面ライダーでいらっしゃってるのと、山根さんも来てくださいましたね。そうですね。恐縮です。お願いいたします。はい。調子はいかがですか？今日は。はい、おかげさまで。はい。なんとか。はい。緊張はしてますけどね。緊張しますね。まあ待ってましたこの日をって感じでございます。そうですね、はい。いつも本当ありがとうございます。お世話になってこちらこそもお世話になってばっかりで。それではですね、今日は5分ほど早いけどもう始めちゃおうかなって感じですね。そうですね、はい。ではですね、今日いらっしゃってる方に、はい、5分ほど早いんですけども、もうせっかくいらっしゃってるんで、ここでスタートして、またね、途中で参加くださってる方がいたら、その時に改めて、自己紹介だけちょっと挟もうと思います。その時またね、私が申し上げますんで、よろしくお願いします。はい。はい、それですね。はい。今日、2月21日、21時になりましたんで、ちょっと早いですけども、はい、今日は、ただいまこの国工事中というタイトルで、いろんなね、コウジさんからの、モノモースを聞いてみたいな、ってことと、まあ、コウジさんのね、YouTube の楽しみ方も、皆さんと一緒に、まあ、お話できたらな、と思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お、高田さんが来てくださいました。高田さんも、よろしくお願いします。嬉しいですね。高田さん、こんばんは。ではですね、スタッフになります、はい。あ、高田さんどうもこんばんは。こんばんは。はい。じゃあ、ここからね、YouTube の方、スタートになりますんで、YouTube、皆さん、今日もお越しくださいまして、ありがとうございました。今日は、この国、工事中ということで、工事さんが来てくださいました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、早速なんですけども、今日は、工事さんの自己紹介から始めさせていただきます。お名前とお住まいかな、この辺からよろしくお願いします。どうぞ。はい、わかりました。名前は、川原工事と言います。はい。現在住まいはですね、愛知県東海市の方で、住まいっていうか、まあ、賃貸の、はい、パートをお借りして。いらっしゃるんですね。はい、そうです。はい、趣味や特技なんてのはなんか思いつきますか？そうですね。はい、趣味は、まあ、YouTube、今 YouTube が大好きっていうことと、はい、あと、まあ、昔よくやってたのは、アウトドア、体を動かすのがね、すごい好きで、うん、春、夏、秋なんかは、キャンプとか、魚釣りとかで、うん、はい、で、まあ、そのキャンプなんかも、一家族とかじゃなくて、子供がまだ小さかった時にですね、その父兄さんたちと仲良くなって 40、50人で固まって行動するような、うん、そんなで、まあ、アウトドアのクラブみたいなのを作っててですね、はい、で冬場はスキースノーボードっていうのをやってまして、うん、まあ、公開でも言ってるんですけども、一応、まあ、はい、スキーのね、2級なんですけども、インストラクターの資格を持ってまして、はい、で、まあ、趣味が高じて、そういうアルバイトをしたりですね、冬の間はとかっていう感じですかね。はい、と、まあ、多趣味な高じさんなんですけども、すみません、ね、年代と言いますか、年齢ズバリじゃなくていいんですけど、どのくらいの年代になりますか？あ、全然大丈夫ですよ。39年生まれの56歳で、今年57、9月で57になりますね。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日、あきらさんもここから参加でございます。あきらさん、こうじさんが出てくださってますよ。お願いします。嬉しいですね、こうじさん。こんなにたくさん。はい、さん来ていただいてね、本当嬉しいです。もう、コウジさんの人徳人望でございます。
いえいえ、もう皆さんにね、ズームがある、ズームがあるってね、山根先輩はじめ皆さんに紹介していただいてですね、たくさんご集まりいただいて、ありがたいと思っております。いやー、もうすごい素敵な笑顔ですけども、浩二さん、YouTube を見始めたのは、いつ頃、どんなきっかけでだったのか覚えてらっしゃいます？はい、あのね、大体8年ぐらい前だと思うんですけども、はい、ま、音楽を聴くのが大体好きなんでね、うん、ま、友人から勧められて、はい、YouTube っていうのが、アプリがあって、それをインストールすれば音楽ただで聴けるよっていう風な感じで聴き始めたのが、まあ、動画より先に音楽っていうのが先ですね。はいはいはい。はい、で、まあ、それから動画も見れるんやから動画も見なって言われて、その友人にね。はい、で、まあ、どう言うても、まあ、時代劇ぐらいしか見ないんですけども、まあ、暴れん坊将軍だったりね、はい、どこだったりとかっていうのを、うん、探り探りやってたっていうようなのが、YouTube の始まり、だいたい8年ぐらい前だったと思います。じゃあ、YouTube を見始められたのは、もう割と早めだったんですね。新しいものは結構すぐに、なんかこう、試してみる方なんです？そうそうですね。興味があることは、もう、とりあえずやってみるっていう感じですかね。はい。まあ、そういうところが浩二さんのね、お若いなぁと、素晴らしいなと思うところなんですけども、YouTube っていうのは見るのも楽しいんですけども、実際、最近みたいにこう、発信できるわけじゃないですか。はい。で、これってのは、大きなきっかけが必要な方もいらっしゃるんですよね。なかなか自分で喋ったりとか表現したりっていうのは抵抗がある方もいらっしゃるんですけども、はい、そこで浩二さんは YouTube を自分で発信してみようかなと思ったきっかけとかなんかあるんです？はい。YouTube を発信しようと思ったきっかけっていうのは、まあ、その今もね、さっきお話しさせていただいたように、時代劇をね、まあ、ずっと検索してたんですけども、ショートムービーしかないんですよね。うん、で、何かないかな、他のキーワードで何かないかな。って言って水戸黄門って言ったご隠居じゃないですか、はい、ご隠居で検索してたら久保塾長さんが隠居TV やられて本数上げられてるんで、はい、検索に上がってきてあれとかと思ってクリックしたらその、はい、ちょうどね10月昨年の10月ぐらいだったと思うんですけども、はい、官邸にメールをできるっていう風なんで、官邸にメールを送ろうっていうのを、はい、確か放送されたと思うんですよ。ありましたね。はい。で、まあ、一回クリックして、よくこう、YouTube のを見てたらですね、はい、官邸にメールを送ろうっていう、ほんまに送れる、ごめんなさいね、僕、大阪出身なんで、大阪弁が抜けないんで、大阪弁で言い返してもらいますけども、はい、ほんまに、そんな官邸にメールなんかできるんかなと思って、で、Google で、スマートフォンでね、はい、Google で官邸に来る、官邸メールを送る方法かなんかで検索したら、本当にトップページに出てきたんで、はい、もう出てきたならついでっていう感じでタップして、なら、ご意見のとか出てきて、で、まあ、給付金出してくださいって書いて、で、あ、本当にこの隠居 TV の人は嘘を言ってないなっていうことで、うん、で、それからずっとこう見るようになってですね、はい、あ、YouTube もこれ、この訴えはぜひみんなにね、感銘してほしいじゃないけど、できる、本当にできるんだよっていうことを伝えたくて始めたのがきっかけですね。最初はもう本当にね、もうタオルに、頭にタオル巻いて、いつものサングラスはめて、もうマスクで、ちょっと顔出しはさすがにね、はい、結構あったけど、もう紙で47秒ぐらいの動画だったんですけども、うん、それが、まあ、きっかけで始めるようになりましたね。はい。これね、今日いらっしゃってる皆さんね、聞きました。隠居、つまり、時代劇が好きで YouTube を見てるときに、隠居で検索して、私の、
この YouTube チャンネルに出会って、そこから、まあ、速稼塾っていうものに出会ったりとか、あと自分で発信してみようかな、みたいなきっかけになったわけなんですよね。ここで何が言いたいかっていうと、何が人との出会いになるかわからないんで、自分はこれだけしか発信しないから、このテーマで行くんだっていうのは一つの手なんですけども、取って出しって言ってね、今日感じたことを気軽にポン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 話していくことによって、意外な人との出会いがあるんですよ。実はこれがすごく大事で、YouTube って一つのテーマで専門的に掘り込むこと、これはね、まあ王道なんですけども、それだけだと、そうじゃない人との出会いが逆に言うと排除されてしまうんですよね。まあ、ですので、攻め方って2種類あって、まあ大きく分けてね。一種類目っていうのは、本当に専門チャンネルで、まあ、このテーマだけでずっと行きます。要するに、水戸黄門のことしか喋りません、みたいなテーマで行くチャンネルは、これはね、本当に王道なんですよ。皆さんが何か専門的な技術とか経験をされていたら、そのことばっかり攻めていくと、あ、この人は水戸黄門の人なんだっていうような先入観で見ていただくんで、すごくファンは囲いやすいんですよね。でも逆に言うと、水戸黄門に興味がない人っていうのは一瞬で離れていっちゃうんですよ。そうならないために二つ目の方法があって、二つ目の方法は、専門的なものは動画全体の1割ぐらいは本当にね、本気でどん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 突っ込んでいくんだけども、そこに誘導するためのきっかけ動画を残り9割ぐらいで作っていくんですよ。で、これをちょっとビジネスチックにいくと、9割ぐらいは、こう、つかみですよね。人とのきっかけを捕まえるための、まあ、取って出し動画。今日感じたことを気軽に話していくことによって、自分ってものに振り向いてもらうんですよね。で、そこには、トレンドっていうものも入りやすいんですよ。今日流行ってることとか、今話題のことについて感想を喋ると。で、次の日はまた別のことで喋ると、多くのジャンルがカバーできるんですよ。そしてその中で、あれ、この人なんか面白いこと言ってるのは独特だな、気が合いそうだなと思ったら、その方に興味を持ちますよね。その上で、たまに専門的なこと、残りの1割ですよね。これについて、確かにこの分野ではこの人に頼った方が良さそうだなと思ったら、自分との縁がすごく強くなるんですよ。まあ、こういうふうな攻め方をすると、まあ、ビジネスでね、YouTube 活用される方っていうのは、ものすごく、こう、掴みやすいんですよね。あとは、どっちを選ぶかってことです。本当専門のことだけずっと行く。これもね、ものすごくいい方法です。ただ、それで当たりが悪いなと思ったら、取って出しみたいなことでね、今日のトレンドとか、皆さんの関心があることをやっていくっていう手で、広く、浅く探っていくってことができるんですよね。で、ここまでをまとめますとね、YouTube の方法っていうのは、自分の話したいことを喋るのか、それとも、皆さんの聞きたいことをやるのかって、この二つを分類してできるんですよ。で、まあ、私たちは、弱者の戦略っていうか、普通の人なんで、どちらかというと、両方使った方がいいんですよね。9割ぐらいで人を掴んで、きっかけをとにかくいっぱい与えていくんですよ。そして、たまに自分の言いたいことをズバッとねじ込んでいくんですよね。その時に専門的な分野のことを自分なりの視点で専門的に話していくことによってものすごく説得力を持つということになります。その先に売り上げが上がってくるということなんですよね。でですね、コウジさんとの出会いはそのようにあったわけなんですけども、鑑定メールの話なんですけども、これは言ってみれば今私がお話したことをちょっとね、使ってみたんですよ。まあ、日々は様々なテーマでやるんですけども、その時私が瞬間的なテーマで扱っていたのは、第二次特別定額給付金というテーマです。あの頃は、官邸の方から、そして、与党の方から野党の方から、このテーマについて様々な情報が日々出ていたんですよね。ですので、それについて私が思うことを毎日毎日、1日30本から50本動画更新する中の、必ず動画1個は特別定額給付のことを話していこうと思ったんですよね。その中で、私たちがどうやったら、本当にね、特別定額給付金を具体的に手繰り寄せる方法があるのかなってことを、おそらく多くの視聴者さんは知らないまんま、ただ出そうだぞ、出ないぞ、この人は出るって言ってるぞ、この人は出ないって言ってるぞっていうふうな、要するにこれ、お化けって言うんですけども、出るぞ、出るぞって結局出ないみたいなね。思わせぶりな動画とかサムネイルタイトル作る人がたくさんいる中で、私は最初からね、出ないことを前提に喋ってたんですよね。これないよと。どう考えてもこれ出るところはない。だから私たちは何をするんだってことなんです。じゃあ、官邸にメールってできるんですよっていうところが多くの方に、本当なの?っていうところから、あ、本当だんって、じゃあ次の話も聞いてみよう。ダメかもしれないけどやってみようとかね。最善を尽くしてみようっていうふうに、だんだん気持ちが、引っ張っていけたのかなと思うんですよ。で、私ができるのは、思わせぶりなことをするんじゃなくて、
ダメかもしれないけどやってみようっていうことの、要するに挑戦のおすすめなんですね。そうなると、まあ一部批判はありました。なんか、思わすぶりなことをやって再生回数稼いでんじゃないかみたいなのがあったんですけども、まあそれは確かに YouTube をやる以上再生回数絶対稼ぐんで、その通りですみたいな動画も、お伝えできてね。で、私のやり方がちょっと気に入らない方はどんどん離脱もしていくけども、なるほどなっていうふうに動画を見るために思ってくださる方は、未だにやっぱりこうご縁があったりとかね。で、そこを通じて、こういうふうな、ズームライブ、コージさんとの お付き合いもこうやって深まっていくってことになりますんで、今回のことって結構ね、私自然にはやってるんですけども、皆さんにもお役に立てるような、そのビジネスキーもちゃんと入ってるんですよ。だからここら辺をね、コージさんかなり強く感じてらっしゃると思うんですけども、皆さんもね、今日お越しの皆さんもちょっと参考にしていただければなと思います。皆さんもそれぞれね、誰かのお役に立ちたい。できればお金をいただきながらお役に立ちたいっていうふうに思って YouTube やってる部分もあると思うんですけども、今私がね、ちょっとこう、7、8分話したことがあるんですけども、これぜひ覚えておいてもらいたいんですよ。ほんとこれ以外のルートはないんですよね。図式でまとめると、まずは、発信をたくさんして集客します。で、自分の本当に伝えたいことをたまにメッセージとして盛り込んでいくんですよ。で、そこに、あ、私の探してたことはこれなんだって人が、自分とコンタクトを取ってくれて、例えばメールを送ってくださるみたいなことになります。まあ、ですんでね、ゴリゴリに売り込んでるわけじゃないんですよ。ただ、興味を持っていただいている方は、向こうから連絡が来るっていう形で、これがね、最もね、スマートなやり方だと思いますし、おそらく皆さんがインターネットを通じて、情報発信する中で求めてる形だと思うんですよね。ファンの方からメッセージが来るみたいなね。はい、ということでね、すいません。なんか、またまた話しすぎてしまったんですけども、ここでね、コージさんにちょっと振り返って思い出してもらいたいことがあるんですよね。よろしいですかね。はい。はい。それはですね、YouTube を今までやってきてくださったじゃないですか。はい。で、チャンネル登録ね、先日100名突破しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。皆さんのおかげです。本当皆さんありがとうございます。私からもお礼を申し上げます。確かね、私がコージさんの動画、タオルを巻いて、サングラスみたいなのして、なんかこう、機動隊じゃないですけどね。あ、これはどんな方なんだろうみたいな動画がありましたけど、あの頃って、チャンネル登録の方、人数っていうのは当然100名じゃなかったんですけども、あの動画、ちょっと今考えると懐かしいんですけども、まあ今、本当にね、濃い関係の方がズバーッと増えていって100名に達したところがありますけども、なんて言いますかね、この、YouTube をやってきての感想ですよね。難しさとか、困ったこととか、楽しさとか、気づきとか、感動もあったかもしれませんけども、今振り返って思い出したら、どんなことがあるのか、ちょっと、長くなってもいいんで聞かせていただけますか。はい。はい。ですね、今までやってきた感想は、まず、最初はまあこう趣味程度でね、みんなに鑑定にメールを送れるよっていうところから始まってですね、まあいろんなキャラクター、最初はまあそれに特化して、そればっかしを毎日毎日のようにね、やってたんですけども、もっと何かできるんじゃないかなと。で、まあ今はね、二役で、やらせていただいてるんですけども、まあ、もういろんなキャラ迷走しながらやってて、もう結局ね、感想で一番やっぱり印象に残ってんのは、結局ね、私は、その最初から、久保塾長さんの真似をしてたんだっていうのを気づかされた事案が一件あって、はい。それはね、コメントでね、お前は、久保さんおらんかったら何もできへんのか、しょうもない男やのって言って、それまですごい、こうしたらええよ、動物の動画をとかも出したらもっと再生数伸びるし、チャンネル登録者も増えるよとかって、いろんなね、アドバイスしてくれてた方なんですよ。もう、あえて名前は言いませんけども。はい。もう、ね、それがなんか知らんけど、気に触ることを僕が喋ってしまったのかどうかわからないですけども、急変してね、そういうふうなね、捨てゼルフみたいな形でね、吐き捨てて、で、僕は気に触ったらごめんなさいっていうふうに、
コメント返しをしたんですけども、その時にはもうすでにコメントも送れない状態になってて、で、これは飯山ね、先輩も先日動画でお話しされてたんですけども、やっぱりその言葉っていうのは、何気ない動画配信者もそうなんですけども、見られてる方にも、やっぱり、どう言いますか、言霊って言ってね、やっぱり言葉には魂が宿ってるんで、いまだにまだ僕の胸にそのナイフが突き刺さったままで、頭からも離れないですし、当然こちら側からは相手の方の顔が見えないです。夢にもう出てきましたね。妄想で顔はもうぼやっとしてるんやけど、うん、もうそれをばっかしを、お前は久保さんおらんかったら、久保さんおらんかったら、久保さんおらんかったら、何にもできんのかっていうのが言われるようになったのが、一番こう、YouTube の難しさを感じさせていただいた、今は感謝してますけどもね、そこで気づかされて、それからちょっとまあ言葉は選ぶように。なりましたし、どう言いますかね、普段私やってるのは、ここのとこやってるのはね、年末から年始にかけてちょっとふざけたキャラでですね、南の帝王風にですね、万田銀次郎の真似をして、で、こうサングラスかけてね、ちょっと柄悪系の感じで、やってみたんですけども、結構このキャラいけるかなってみたいな感じでね、でまあそれが今もう反対にね、定番になって、で、なんて言いますかね、柄悪系 YouTuber って自分では言ってるんですけどもね。はい、あ、なるほどね。あそこら辺に関しましてはね、私もちょっと責任の一端を感じると言いますか、こんな役をやってみたらみたいなことをね、提案させてもらったことがあるんですけども、いやでも私個人的にね、すごく西成浩二さんはすごくいい俳優だなと思うんですよね。だからこれができるのが YouTube であって、いろんな人格を演じれますし、普段とは違う自分ってものを表現していくこともできると。まあ、ただその中にね、浩二さんが先ほど言われてみたいな、ちょっとこう視聴者さんへの、やっぱり配慮とか気づきってのは、まあこう動画配信者みんな感じると思うんですけども、あ、この表現したらこんな風に受け取る方もいるんだ。申し訳ないな、と同時に、あ、こういう表現したら皆さん喜んでくださるんだ。よかったな、ってことが、まあ、混じってるんですよね。まあ、ですんで、情報発信ってのは、何が正解か、もう本当にやる前から分かんないんですよ。ただやった後で受け取った人がどう感じるのかっていう反応をいただくことによって、まさに育てられてるなっていう気がしませんか？そうですね。確かにそう思いますね。視聴者さんに育てられてるっていうのは本当に実感しますね。はい、ネタがね、話のネタがなくて一回、どうしたらいいですかって、久保塾長さんに相談したこともあるんですけどもね。はい、ガムのやつをさせていただいたんですけども、はい、そういや、身の回りのもん何でもネタになるなっていうふうに気づいて、はい、それからはね、あんまり人にその鑑定メールを送ろうっていうのはやめて、まあ、自分では毎朝、前は2回はやってるんですけどもね、鑑定メールと、はい、はやってるんですけども、もう人にそうできるんだよっていうのは、もう十分宣伝できたかなっていう部分があって、もうそこら中のもん、何でもかんでもネタにできてしまうっていう、例えば、今ここに、これみんな、僕の視聴者さんはみんな知ってるんですけども、これかぶってね、名前言うていいかな、花屋龍馬さん
の真似をしてね、花屋くんさんの真似をしてですね、はい、まあちょっとふざけてみたりしてね、うん、あの、まあ何でもそこら中にあるもん、すべてが全部ネタになるなっていう感じですかね、うん。まあまさにその通りですよね。だから、ネタがないってことはないわけなんですけども、ただ、これを放送していいんだろうかっていう、その、心のね、ブロックはあるんですよね。そうですね。菓子パンを食べてるところを放送して誰が喜ぶんやみたいなことがあるけども、それを見る人は確実にいるわけなんですよ。しかもね、健康に悪いみたいなメッセージまでくれるんですよ。だから何も、ね、何もしなければ何も生まれませんけども、何かをやることによって犬も歩けば棒に当たるじゃないですけども、まあ、その温かい反応ですとかね、ちょっと辛辣なコメントですとかいただいて、それによって自分の発信の方向性はどん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 こう、皆さんと一緒に育まれていくんだろうなと思うんで、私はいつもね、視聴者さんには恩があると思うんですよ。だから恩返しのために次の放送もしないとなと思いますし、で、どん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 お役に立ちたいなってこともあったり、もちろん自分のためになることも、もうそれも込みでなんですけども、うん、やっぱりね、選ばれる発信者になっていこうと思ったら、やっぱり情報を受け取った方が次も見ようっていうふうに期待していただけるようなね、そして失敗しても許してもらえるような関係を作っていくことっていうのが、きっと YouTube を通じて、YouTube じゃない世界にも通用するんだろうなと思うんですよね。で、そういう意味では、YouTube ってものすごくいい学校であり、教材であり、なんかね、空間だなと思ってるんですよね。それがなんか YouTube の、うん、面白さであり、まあ難しさなのかなっていうふうに多分放送してらっしゃること皆さん、思ってるんじゃないかなと思うんですよね。浩二さんもそんな気がしませんか？そうですね。確かに思いますね。だから、まあ僕はね、まだその、久保塾長さんみたいに何万人っていう登録者数がいてるわけじゃないですから、まあできる限りその一人一人の視聴者さんに、寄り添ったようなことをですね、放送できればっていう思いから、なんかこういう話してほしいことはあれば、リクエスト、コメント欄でもいいですし、うん、こんな話をしてほしいっていうことはあれば、私が知ってる範囲内、うん、もしくはね、インターネットを利用してですね、検索して、それを書き留めたことを YouTube でアップするとかっていうこともできますので、うん、リクエストください、こんなことを話してくださいとか、ね、ダークなお話から、エッチなお話から、はい、いろいろ、こうね、公開でできないお話も、うん、してほしいんであれば、やっぱり放送、ね、公開はちょっとね、できない部分もあるんで、うん、限定でやらせていただきますんで、リクエストと一緒に、僕、はい、Gmail、塾長さんと一緒にの真似してね、やっぱり Gmail も貼るようにしてるんで、はい、そちらの方に、YouTube ネームでもコメント書いていただくお名前でもいいですから、それだけ送っていただいたら、リクエストを答えた分ね、公開でできないような、ね、ちょっとこっち系とか、エッチなお話とか、こう心霊系のお話とかですね、はい、まあお話しさせていただきますよっていうことで、うん、はい、やらせていただいてます。はい、そうですね。今日は河原浩二さんとして出てもらってますけども、表現しにくいことは西成浩二さんがやってくれますからね。そういう意味で言うと、浩二さんは役者をちょっとお二人お持ちなんで、表現の幅っていうのは広がったかもしれませんし、これから3人目の役者が出てくるかもしれないと思うと、これからもね、楽しみだなと思うばかりなんですけども、ちなみにその速稼塾っていうのを、まあキーワードとして、私の放送の中で、頭に入ったと思うんですけども、速稼塾との出会いっていうのは、いつ頃だったのか覚えてらっしゃいます？それであと、印象に残った動画とか言葉っていうのがあったら、またね、改めてになるかもしれませんけども、はい、教えていただいたら幸いでございます。そうですね。はい。速稼塾の出会いっていうのは、まず、そうですね、久保さんの、その10月の何日か、ちょっと日にちは覚えてないんですけどもね、うん、久保さんの、久保塾長さんの動画に巡り合った時に、キャッチコピーが、
どっか塾の久保ですから始まるじゃないですか。そうそう、ね、はい、で、そのそっか塾っていうのはもう常に頭の中にあって、そっか塾ってなんだろう、ネーミングがまず魅力的ですよね。早く買っていく塾じゃないですか。はい、で、興味はもう最初からあったんだけど、うんうん、で、ね、あの説明欄見たら、頭金3万の残り30年ローンと、はい、まあ、かなり入り口は入りやすいんだなっていうことで、うん、あの、まあ、興味は最初からありました。で、はい、ね、直下塾の、まあ、門を叩かせていただいたのは、12月の初めになるんです、うん、12月の、そうですね、11日か12日だったと思うんですけども、はい、その前に一回ね、私から、そっか塾、興味あるんですけども、パンフレットかカタログみたいなものがありますか、はい、って、久保塾長さんに一度ね、連絡を、はい、メールをさせていただいたら、はい、もう5分も経たないうちにプロモーションビデオみたいなプロモーション動画を送っていただいてですね、はい、あ、これはもうぜひ何が何でももうこういうところで勉強したいなっていうのがあってですね、はい、で、これを言うていいのかな、ちょっといっぱいね今日来られてるんで塾生さんもね、はい、いっぱい来てますし、うん、あれなんですけども、まあそのね、はっきり言って頭金の3万もなかった状態だったんでね、うん、その頭金も分割にしてくださいっていうお話をして、うん、はい、そしたらその支払い計画を、はい、まず教えてほしいっていう久保塾長さんからお返事いただいたんで、はい、今こんだけあるんでとりあえずこれだけ入金させていただきます、で、はい、アルバイトの予定が入ってるんでそのお給料で、はい、こんだけ払います、残った分はこうやって払いますっていうふうに、うん、頭金すらね、分割払いにしていただいてですね、はい、入門させていただいたということで、はい、はい、まあ、そうですね、そっか塾の出会いっていうか、まあ、そっか塾自体はさっきも言った通りに、そっか塾の久保ですから始まるんで、そっか塾っていうもんにはもう鼻から興味はありました。ああ、よろしくです。はい、ありがとうございます。まあ、今ね、ちょっと話しにくいというふうな建前で、まあ、頭金の分割の話させて、していただいたんですけども、これは私ね、たまにお話しするんですよ。そっか塾に入門したいけども、頭金の3万もちょっと苦しいんですっていう方はね、まあ、たまにいらっしゃるんですよ。ですんで私はそこで一番最初のビジネスとして、交渉してみませんかっていうことをね、多分お話しすると思うんですよ。ね、最初に提示された金額がどうしても難しいなと思ったら、販売者に交渉するってことは、これで一つ、そっか塾のカリキュラムは一個終わってるんですよ。ですので、これからいろんな場面で支払いがちょっと難しいところとかっていうのは人によってはあるんですよね。いろんなタイミングがありますから。もしくは支払いが厳しいというふうに相談を持ちかけられることもあるかもしれません。自分の商品に提案するときに対して。その時にダメですよっていう選択もあるんですよね。でも、交渉ができますよっていうふうに、やっぱ販売者が教えてあげるっていうのもあるし、結局、自分がね、何かをやろうと思った時に、うまくいかないことをどうするか、その問題解決が全部ビジネスなんですよ。まあ、ですので、頭金が難しいって方には、じゃあ、支払い計画を提案していただいて、それに対して私は基本的に NG は出さないんですよ。で、私はそういうふうな支払い計画をいただいたら、その支払い計画を履行するように、私も一生懸命尽くしていけば、価値を感じていただければ、よし、ちゃんと払って、ちゃんと学んでいくぞって気持ちが整うと思うんですよね。でも私がすごくね、いわゆるその情報系のビジネスとかオンラインサロンに、まあ抵抗していきたいな、挑戦していきたいってなっていうのは、全額一括じゃないと入れませんっていうところは、確かにそれは、そういう、販売方法ってあるんですけども、そうじゃない人も私はやっぱりね、見ていきたいなとか、まあ、私の場合はお金の問題解決がテーマなんですけども、そもそもお金の問題解決をしたいって方は、お金に困ってらっしゃる方が多いだろうなって前提で始めてるんで、最初に30万とか50万ぶんどってしまったら、もう身動き取れなくなっちゃうことが多いと思うんですよ。で、入ってみて、実際進めてみたらしまったみたいな気持ちにもなっていただきたくないんで、うん、まあ私は2017年からね、こういう形を取るようにしたんです。それまではやっぱり、全農っていうかね、一括販売だったんで、
結構不自由された方もいたんじゃないかなと思ったんですけども、私のスタイルでやるんだったら、こういう形もなんとかね、成り立つんだよってことを、他のオンラインサロンとかのね、差別化もありますし、やっぱこちらから交渉したらいいんじゃないですかっていうのも、なかなか珍しいと思うんですよ。30年ローンも珍しいと思いますけどね。家を買うんですかって話じゃないですか。これもだから私なりのこの気づきの発信なんですよ。こういうふうな形でも、皆さん、ビジネスってやっていけるんじゃないのかなとか、こういう速稼塾みたいなビジネススタイルどうでしょうか、ちょっと他にはなかなか見つからないんじゃないですかっていうところで、ちょっとこう魅力を感じていただくっていうかね。で、プラス皆さんにもそういうふうな考え方で、コンテンツ販売を考えていらっしゃる方は、やってもらってもいいんじゃないかなっていうのは、手札をちょっと増やすような形ですかね。それからね、やっぱりこう、コージさんに私はね、まあ、どんな形でか、あれですけども、今日来てらっしゃるけども、ビジネスをインターネットと、こう、ガチンコしてね、合わせてね、やっていきたいって思いが少なからずあると思うんですよ。その中で、何がものすごくね、皆さんがご苦労されるかっていう、アクセスが取れないんですよ。ね、まずはアクセス取ろうと思ったら、動画を量産したり、ブログをいっぱい作ったり、SNS でいろんな書き込みをしてみるっていうか、あるんですけども、で、私がそこでお役に立てるとしたら、自分の大きくなった YouTube チャンネルで、皆さんね、今日みたいに、どんどん参加してもらったりとか、お互いにこうね、紹介し合うコミュニティ、私だったら結構作れると思うんで、その中で今日、例えば今日、コージさんと私のライブ放送って初めてなんですけども、今日15人来てくださってますね。いや、これはコージさんの頑張りもあるし、この場を作れた、まあ私がね、コージさん信頼してくださって、なんとかコージさん、最初のズームライブではたくさん来てほしいなって思いで、まあお互いに作り上げたところもあるし、まあ皆さんがね、コージさんを気に入ってくださったところもあるんで、一つなんかコージさんに恩返しできたかなっていう気持ちではあるんですよ。まあですんで、これからもね、皆さん、アクセスいっぱい取れるようになったら、ぜひ、いろんな方をそこで紹介していただくと、みんな助かるんじゃないかなと思います。アクセス取れなくて本当に困っちゃうんで、本当困ってらっしゃいますんでね。で、私がだから今ね、多くの方がチャンネル登録いただいて恩返しできるとしたら、私のチャンネルは皆さんのチャンネルだと思って使ってくださいってことなんで、今日来てらっしゃる方ね、ズーム対談とか大歓迎なんで、どんどん申し込んでくださいってことです。ただ、私の、申し込まれたことを忘れる可能性もあるんで、たまにこうね、次のなんか火曜日、ズームライブですねみたいなメッセージたまにくださいね。本当に忘れることがあるんでね、すいませんけども、よろしくお願いします。約束だけしたんだけど、日程決まってないまま放置して忘れてましたみたいなことあるかもしれないんで、ぜひね、今日、この放送見終わった後で、この日、約束したんだけど、覚えてますみたいなメッセージいただくと、ちょっとね、すみません。私もちょっと恥ずかしいところなんですけども、助かりますんで、よろしくお願いします。みたいなね、ドジもありますんで、だから、皆さん、自信を持ってやっていただければいいですよ。私でも、ドジるってことを言ったらね、まあ、私も大した人間ではないんですけども、本当、お互いに挑戦して、お互いに許し合って、で、なんか、そう、ふわっとしたね、家族みたいな関係ができればなと思っております。はい。コージさんのね、速稼塾との出会い、本当に、私もね、懐かしいなと思いながら聞かせていただいたんですけど、もう一つね、肝心なことを話しますね。それは、速稼塾の久保ですって私、言ってるじゃないですか、いつも。これがすでにプロモーションなんですよ。だから、肩書きってすごく大事なんですね。で、コージさんの、西成コージっていうね、新しい人格を私が提案したのも、関西弁で話す、このコージさんの風貌。これむちゃくちゃ似てるんじゃないかな。似合ってるんじゃないかなと思ったんで、ポロッと話してみたんですよね。西成コージ。ね、なんとなく、西成コージって聞いた段階で、関西弁の人が出てくるんじゃないのみたいな。裏稼業の人じゃないのみたいな印象があって、コージさんの姿がポンと出てくると、今はね、すごく愛らしい笑顔なんですけども、西成コージのあのキャラクターも結構皆さん気に入ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。ものすごくいいね、コンテンツがあそこにもあるんじゃないかなと思うんですよね。まあですんでね、相談しにくいことは、ぜひね、西成浩二さんに相談していただくといいと思います。ここでね、言いたいことは、肩書き、自分なりのキャッチコピーを作るのってすごく大事で、それによって先入観を持って自分を見てもらうってことなんですよね。速稼塾の久保って言ったらなんか稼がしてくれそうじゃないですか、これ。まあそういうようなことがすごく大事なんで、例えば、ファイナンシャルプランナーの方だったら、FP の何々ですとかね。もっと言ったら、どんなお金の問題解決をする FP なのかってことが入ったらもっといいですよね。もうすごくね、絞り込んでいくんですよね、自分の肩書きは。
あと、まあ、ミュージシャンがご経験の方だったら、あ、どんな楽器を使うかってことを頭に言ってしまうんです。ピアノマン、松潤ですとかね、言ったら、あ、ピアノの人なんだってすぐわかる。最初の2秒ぐらいでわかるわけですよ。自己紹介がそこで完了して、この人にはこれで相談しようっていうふうな、その先入観ができるわけなんですよね。で、それでいて、別のテーマもやると、幅広いなこの人ってなってくるんで、効果が、悪くなることはないんですよ。自分は何の専門家なんですかってことを肩書きの中に入れるようになると、結構ね、出会いのチャンスって広がりますんで、その辺もね、速化塾っていう体力はもう私が使っちゃいましたけども、いいやつをね、また一緒に考えていければなと思っています。はい、浩二さん、すいません、ありがとうございます。じゃあ次の質問に移りますけども、YouTube いっぱいやってきてですね、はい、浩二さんね、いろんな YouTuber さんと出会ってきたと思いますけども、まあ、どんな YouTuber さんが今ちょっと思い浮かびます？今日来てくださってる方も名前出るかもしれませんけども、どうぞ。はい。はい。まず有名 YouTuber って言えば、久保哲郎ね、ですよね。それとね、さっきの、ごめんなさい。さっきの質問の中でね、印象に残ってる動画っていうのを、ちょっと、言うのを忘れてしまってたんですけども、はい、僕の上がってきてるっていうか、こう、見る動画の中でね、久保塾長さんが、久保 A、哲郎 A っていうチャンネル名で、はい、何やったかな、ちょっと、どうぞどうぞ。いただきますね。あ、人に期待するな、与沢翼、一日一講話というシリーズをやられてたと思うんですけども、はい、ありますね。はい、それのちょっと何話やったか忘れたんですけどもね、女性の方に向けてのメッセージだったんですけども、はい、物を欲しがる前に自分を磨けというようなメッセージがあってね、うん、これ僕ちょっと自分のマインドセットをするがためにこれ、昨日の段階かな、348回再生されてるんですけども、はい、このうちの150回は僕が見てますこれをねちょっと言い忘れてました。はい、それでね、本来の質問の方にね、戻らせていただくんですけども、はい、有名な YouTuber といえばやっぱりその久保哲郎さん、久保塾長さんですよね。はい、あとちょっとこれ個人的な意見が入ってしまうんですけど、いいですか？はい、どうぞ。今日も来られてるんですけども、綾沢先輩さん。ああ、いいですね、この方はね、ちょっと僕、動画を見るようになって、はい、時代劇以外のものを見るようになってね、ちょっと綾沢さん、綾沢先輩は、速化塾っていうのを知らなくって、はいはい。チャンネル登録してたんですよ。はい、それにはちょっと理由があってね、ええ、いろんなアンチなコメントがついてもへっちゃらプーで、うん、全然何事にも動じなくて、うん、でプロフィールのところを見たら大阪のね、八尾出身って書いてあったんですごい親しみを持ってですね、はい、でまあ動画の方はずっと見させていただいてたんですよ。まあ、はい、チャットとかはしなかったですけどもね、はい、で、はっきり言って、はい、見た目が僕の好みだったっていうのもあるんですけど、綾沢先輩ともね、仲良くさせていただいてますし、はい、本当ね、この YouTube っていうのを通じてですね、もう数々の方ですね、今日も来られてます、高田秀一さんとか、あと、まあ、今さっき話させていただいた花屋龍馬さん、はい、それからワンコ主婦の PC 講座ってやられてるパソコン専門のね、エクセルの、はい、なんて言います、解説をやられてる方なんですけども、はい、その人方とかですね、うん、あとネオ2758さんで、はい、顔出し NG の方でね、はい、ショートムービーみたいなこう癒されてください系の動画を上げてられる方とか、はい、あともう数を言うていけばね、もう
たくさんいてるんですけども、まあ、塾生さんで言えば、綾沢先輩に山根先輩、それから仮面ライダーマークの新助兄さん、僕、新助兄さんって呼んでるんですよ。コメントでね、遊んでいただいてるんでね、今日も来ていただいてますけどもね。はい、あと、最近では、ボグダノンさんとか、はい。はい。あとは、もう、本当、数を上げていけば、もう、全然ね、もう、食べりきれないぐらいあるんですけども、まあ、一番、まあね、個別動画っていうか、限定動画でやり取りさせていただいてるのは、今もね、見られておられる、六条のピアノマンさん、松潤さんとはね、ちょっといろんなね、いろんなね、やり取りをしてですね、うん、相乗効果で、名前を売っていこうというふうにね、はい、ちょっと陰でね、はい、2人で陰でね、いろんなことをやったりしてですね、はい、やらせていただいております。ああ、いいじゃないですか。やっぱりそういうふうにね、通常でしたら私と浩二さん、私と松潤さんっていう1対1の関係で、私からいろんな人が見えるけども、浩二さんや松潤さんからはなかなか横のつながりっていうのがないのかなというところで、私はそれをね、もっともっと促進したいんですよ。もう本当に直接皆さんとやり取りしていただいて、それこそズームのライブなんて私抜きのところでどんどんやっていただくとかね。で、速稼塾の特徴的なところはワントゥワンメッセージって言って、一人の人に対して動画メッセージを送るみたいなことをみんなやるわけなんですよね。で、こうやってなんかすごくなんか讃え合ったりとか癒し合ったりとか励まし合ったりとかね、学び合ったりできると思うんで、これからもそれをね、いっぱい使っていただきたいなと思いますし、まあそうですね、発信に対するネガティブな面、なんですかね、ネガティブコメントなどの攻撃とまで言わないですけどね、結構嫌な気持ちになるような、そんな反応ってあると思うんですけども、あやさちゃんのマインド強いですよね。すごいですよね。私もなんかね、あやさちゃんの動画のコメント欄を見ると、なんか申し訳ないですけど、面白いコメントっていうか、面白い批判ってことがあって、それに対しての返しも、ものすごく、ああ、ためになるなと思って、まあ、私がね、勉強させてもらってみたいなところがあるんですけども、うん、だからやっぱり、批判コメントという言い方もありますけども、それだけ人気なんだろうなと思うんですよね。で、本当に嫌だったら書き込まないし、見に来ないんで。でも、本当それはね、面白いですよね。批判のある人ほどずっと見てるみたいなね。一番ファンなんじゃないのみたいな感じがしますね。まあ、ですんでね、やっぱり私たちが発信する以上は、一定の、まあ、切なりモラルってあるかもしれませんけども、でも、どうやってもね、何かしらの向かい風っての吹いてくるんで、まあ、向かい風が強くなればなるほど、自分の歩みが速くなったんだなと思えばいいんじゃないかなと、私は解釈してますけどね。まあ、思い出の YouTuber さん結構いらっしゃると思うんですけど、これからもたくさん出会うと思うんで、ワクワクしながら進んでいきましょう。でね、これからのことをちょっと考えるときに、浩二さんにね、これからテーマにしてみたいことってのはどんなことがあるかなとか、例えば社会問題とか、政治の問題とか、まあ、もともとはそういうところが切り口だったと思うんですけども、まあ、日本国民を壊れとかね、あとは何ですかね、自分に対するメッセージとか、まあ、私がこうやってね、話すと限定しちゃうみたいな感じになりますんで、なんかこれからテーマにしてみたいなと思うことを思うがままにちょっと5分ほど喋っていただければと思いますけども、大丈夫ですか？はい、わかります。この件に関してはね、もう横でね、西成浩二がね、おう、もうこれはちょっとわしに言わせろって言って僕の弟役がね、もう待ち構えてるんですよ、横で。もうまだか、俺の出番はまだかと。わしにも一言物申させろとね、もう横で待ち構えてるんで、ちょっと西成浩二弟なんですけど、代わっていいですかね。ああ、じゃあちょっとお越しください。もうよろしくお願いします。はい、ちょっとほんなら、変わりますね。はい、はい、コメントもね、毛もない、歯もないっていうくだりがあったりとかね、松潤&浩二最高でしたりしますよね。はい、西成浩二さん、いらっしゃるんでしょうか。ええんか、わし出て喋ってええんか。ついに。わし出てええの、ええの、ほんまにええの。あ、どうぞ。待ってますよ。あ、塾長さん。あ、出た。毎度、西成浩二まんねんけど。どうもどうも。みんな毎度、お気に、お世話になってますわ。ねえ、
わしからちょっと言いたいのはね、はい、まあ、今回ちょっと、久保塾長が題名にね、してくれてある、この国工事中いうことで、工事はわしのことかな、思て、いつ出番来るんかな、思て、わしも待っとったんですわ、横でね、兄ちゃん食べとる横で待っとったんですわ。はい。やっと出番来ましたわ、俺。まあ、手取り早う言いましたらね、ちょっと関西弁やでね、怒ってるように聞こえるってよう言われるんやけど、怒ってはないんでね、その辺だけちょっと勘違いだけしてもらわんようにしてもらうな。あとでクレーム来ても処理が大変なんでな。はい。まあな、早い話がみんなに政治、今のこの政権与党、腐り切った政権与党の、何ちゅうかの、お目付け役というかの、見張り場になってほしいやな、みんなに。国民一人一人に、うん。というのはな、これ、政治いうのは、昔からあるんや。徳川時代とかな、もうそんな時からあってやな。政治のせいと言って、昔は祭りごとって言ってな、これ、政治のせいと書いて祭りごとって呼ぶんやけどやな。うん。その当時は、お目付け役いうのがおったら、な、間違った方向に祭りごとがいかんように、お目付け役っていうのが必要やったわけや。はい。まあ、国民みんな一人一人がやな。やっぱり、そのお目付け役っていうのになってほしいな、わしは。ね、官邸にメールも兄ちゃんも言うとったけど、官邸にメールもできる、ね、今はなんとかいうアプリで、国会にもチャットでもの言えるやろ。はい。国民、そうですわ。国民一人一人が、その政治に興味を持って、ね、まあ、何回も言うやけど、その祭りごとに、お目付け役になってもらいたい。ちゅんが、まあ、私の考えですわ。うん。素晴らしい。うん、ねえ、無関心が一番いかんと思うんですわ。もう、任せっきり、今の腐り切った政権与党に、任せっきりではいかんのですわ。やっぱり、物言うていかないかんのですわ。そうですね。うん、はい。まあ、あまりね、喋っとったら兄ちゃんに怒られるから、ちょっともうこの辺で、私はもう言いたいこと言えたんで、兄ちゃんに代わりますわ。いや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。時に、西なり5時ですわ、はい。またお願いします。またお願いします。すまね、失礼します。な兄ちゃんちょっと代わりますわ。はい。ということでね、カツを入れられましたけども、やっぱ私たちが不自由を感じることは、これ半分は、この国を作ってる政治のせいなんで、やっぱり声を上げていかないといけないですね。だから、半分は政治のせい、半分は自分が要求してないせいだとも言えるかと思うんですよね。ですから、これから気づいたこと、政府を監視して、そして素晴らしい世の中を作っていけるようにね、まあ、いい国会議員さんもいらっしゃると思いますので、そういう人を見つけて、その人を応援するような形を取っていきたいなというところもありますし、いい国会議員さんいないよってことでしたらね、じゃあこの人が国会議員になったらいいんじゃないのとかね、そういう人を見つけていくっていうこともできると思うんですよ。まあそういうのに YouTube なりインターネットのこのツール SNS とかをね、 Twitter などを使っていくこともできると思いますんで、やっぱね、しっかりとした権力に対する監視っていうのは今マスコミもね、あんまり当てにならないんで、私たちのこの口コミュニケーションでね、マスコミをちょっと凌駕するような勢いで見ていきたいなと思います。私もいろいろ気づいたことがあったらね、西成浩二さんに怒られない程度に発信させていただきますので、よろしくお願いします。あ、どっか行っちゃいました、西成浩二さん。はい、もう言いたいこと言うたら、もう、どっか行ってまいりましたね。あ、面白い。飲み屋に消えたのかもしれないですね。かもわからないですね。はい、ありがとうございます。よろしくお伝えください。はい。じゃあ、浩二さんね、いろいろと西成浩二さん言われてましたけども、はい、浩二さん自身のこれからの目標ですよね、動画の本数をこうやっていっぱい上げていきたいのかもしれないし、狙うべき再生回数があるのかもしれないし、次のチャンネル登録者数は何人ですよみたいなのがあったり、まあ、ビジネスをね、入れていくようでしたら、売上金額の目標とかあるかもしれませんけども、これからの目標とするとしたら、どんなことがありますかね。
そうですね、私の目標、まず YouTube に関しては、年頭の挨拶の時に1000本動画を上げますといったところですね、久保地部長さんから1000本ではいかんと、うん、3000本ぐらいを目指さんことには、1000本は達成できんぞというね、きついご指導いただいてますんで、動画の本数としては、まあ、3000本目標で、おかげさんでね、今年に入って500本ぐらいは上がってるはずなんです。ちょっと削除されてる部分もあるんで、はい、西成浩二がもう、放送禁止用語バン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 言うもんやから、ね、Google さんから削除されてる部分もあるんですけど、まあ、私の手元では600本を超えてるんでね、はい、まあ、チャンネル登録者の目標ですね、次は。やっぱり目指したいのは、1000人っていうのは、目指していきたいなっていうのは思ってます。はい、で、そのビジネス、お金の問題ですよね、売り上げとかっていうのは、うん、ちょっとね、この、今もね、おいでいただいてる、ピアノマンさん。うん、松本さんのですね、松潤さんのですね、新しく始めようとされてるビジネスをですね、うん、ちょっと、アマゾンのビュアーですね、レビューですね、これの方が、はい、その上位1万人になればね、うん、収益が出るっていうことで、ちょっとこれを、このライブ終わって、明日からね、まあ、今日も2つぐらいのレビューはやってみたんですけども、はい、これをちょっと明日から本腰を入れてですね、うん、なんとか収益化できるように、やっていきたいなっていうふうに考えております。ちょっと目標金額っていうのはどんだけやったらどのぐらいになるかっていうのがまだね、始めてないんで、はい、分からないですけども、うん、はい、そんなところですかね。なるほどね。Amazon のレビュアーですね。そういうのも確かにあるんですよね。うん。まあ目標を持ってやっていただくとよろしいかと思いますし、あと Amazon のレビュアーっていうね、まあ仕事があるっていうことを今日知った方も多かったんじゃないかと思うんですよ。ということでね、どんなコメントを書いたら多くの人に見られるのかっていうことに、もしね、コメントというかのレビューをしてるうちに気づきがあったら、そういうこともアウトプットしてもいいかもしれないですね。で、今日浩二さんにちょっと今日私からね聞いてみたいなと思ったことができたんですけども、それはですね、本当に、どうってことないんですけど、時代劇で水戸黄門ってあるじゃないですか。はい、多分浩二さん好きだと思うんで、いろんな話を覚えてると思いますけども、はい、私ね、八兵衛っているじゃないですか。はい、八兵衛が地方のなんか村に行ってお殿様に間違えられる話ってあるんですよね。あ、はい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 。あれってしかも結構出るんですよね、ね、再放送見てると。いや、あれ面白いなと思って、この話をすると大体、あ、見た見たみたいな人が出てくるんで、印象に残ったお話をその YouTube で話すと結構人気になるんじゃないかなって気がするんですよ。うん、ね、あとなんかこう、何、ご隠居様がこれも地方に行ったら、なんか地方の本当におじいちゃんに間違えられて、ちょっと失礼な扱いを受けるんだけども、ご隠居様はずっとね、優しいから黙っていて、最後に控えおろうって時に、あなた本物のお殿様だったんですかみたいなことでみんなびっくりするみたいなね。なんかあんな話が結構出てくるんで、私もね、水戸子もね、結構 YouTube で探して見ちゃったりするんですけども、なんかそういうのを、浩二さんがね、もし水戸子もんにしろ、暴れん坊将軍にしろ、このストーリーみんな覚えてんじゃないかなみたいなことをたまにやると、なんか面白いんじゃないかなと思ったんで、頭の隅にちょっと入れといてみてください。はい。きっとね、時代劇ネタって、はい、ちょっと年齢ね、行かれた方とか、私もそうですけども、40代以上の方が見てくださる可能性高いと思うんですよ。なるほどね。時代劇のこの話面白かったよねみたいなんで、感想をつらつら喋るやつを見に来るみたいなね。あ、わかるわーみたいな人が集まってくると思うんで、それだったらなんか結構ね、面白い動画がたくさん作れるような気がするんですよね。特に映画のレビューってあるんですよ。ET を見たとかね、なんかミッションの遭遇見ましたとかで、こんな感想でしたみたいなのあるんですけども、テレビドラマを1話ずつやるっていうのはなかなかないんで、
これはこのサイドストーリーとかね、スピンオフストーリーっていうのをやると、割とファンの方はざっくりとしたミートコモンじゃなくて、ミートコモンの中の好きな話を話してくれる人がいるってすごく楽しいんで、なんかいいかなと思っちゃいましたね。はい、ありがとうございます。ちょっと頭の隅に入れてみてみてください。ありがとうございます。私も待ってます。ミートコモン好きなんで。はい、それではですね、いよいよと時間も差し迫ってきたんで、今日はね、皆さん、今日16名の方が参加してくださったんですけども、お越しくださった方に、まあ、もしくはね、はい、YouTube でこの動画をご覧になってる皆さんに、コージさんからね、なんかメッセージが ありましたら、ちょっとお願いしたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、ですね、メッセージ、そうですね、まあ、メッセージは、西成コージが言ったようなね、うん、政治に関心を持ってほしいということと、うん、あと、まあ、僕の動画ってほとんどふざけてるような動画が西成浩二にね、もうチャンネルまで乗っ取られてしまってね、西成浩二チャンネルになってしまってるんで、はい、これはね、せっかくね、久保塾長さんに命名していただいた名前なんで、このキャラクターはこのままで、うん、で、またそうですね、こういうことを話してほしい、さっきも言ったと思うんですけども、うん、こういうことをね、話してほしいとか、うん、こういうことが好きやから、こういうネタの裏話を教えてほしいとか、うん、そういうふうなリクエストをですね、うん、どんどん受け付けさせていただいてまして、うん、で、まあ、それを喋ることで僕は動画のネタになりますし、うん、それこそ相乗効果でね、そのネタで喜んでいただける方があるんなら、そのネタ調べて、僕が知ってる限りのことやったら、うんお話できますし、わからないところはもうインターネットで調べるなりなんなりしてですね、うん、お話しさせていただきますんでね、はい、ぜひメールをね、一回いただきたいなと、はい、こんな話についてはどう思うかっていうのをですね、はい、やり取りしてみたいと思います。ああ、なるほど。じゃあ、例えば、京益太郎さんについてどう思いますかみたいなご質問ですとか、はい、あとそうですね、ぼったくりバーって本当にあるんですかみたいな質問だったら面白いんじゃないですかね。そんな感じですかね。そうですね。懲役太郎も僕も深掘りしてますし、懲役太郎をプロデュースしてるのが、俺太郎先生っていうのがいてて、うん、で、懲役太郎も顔出し NG なんでね、音声配信で猫を映してる自分のチャンネルを持ってるんですよ。はい。超猫太郎チャンネルっていうかね。はい。まあ、そこでもちょっとまあコメントでやり取りはしたこともあるんですけどもね。うんうん。はい。まあ、年齢が僕より3つほど下だと思うんですけど、うんうん、これを言うとね、ちょっと気違い扱いされるんですけども、はい。ちょっとね、僕、霊感とかあって、はい、で、まあ、除霊とかもね、うん、できるんですよ。で、まあ、宗教は無宗教なんですけども、うん、まあ、それを指導っていうか教えてくれた先生がね、今大阪でお寺さんをやってるんですけども、はい、別に僕はそこの宗派でも何でもないんですけども、はい、そういうふうな僕の体験談とか、うんうん、を聞きたいとかっていうのもリクエストで受け付けておりますし、うん、その懲役太郎について深掘りね、うん、私かなり懲役太郎は深掘りしてますんで、はい、その辺の実際放送で喋ってないことについてとか、もできる範囲でお話はさせていただきますんで、はい、はい、なるほど。懲役太郎裏話につけ、精神世界、まあ、幽霊霊感この辺りとか除霊とか、これなかなか楽しみが広まったんじゃないですか。皆さん意外な一面を今日はね知ることができて、私もね、あ、こういう風なね、うん、まあ霊魂、心霊写真とかって最近ないですけども、あんまり心霊写真とかもどこ行っちゃったのか分かんないですけどね、うん、最近は心霊動画かな。まあ都市伝説的なものとかもちょっとね、真面目なこととかも、うん、なんか
おばあちゃんが枕元に立ったんですみたいなこともあるかもしれませんしね、虫の知らせみたいなものを感じた方もいらっしゃると思いますんで、そういうことをね、まあ、西谷浩二さんと、そして川原浩二さんと、検断してみるといいんじゃないかなと思いましたね。あ、そういうことができるんですね。すごいですね。はい、ありがとうございます。ということなんで皆さんね、覚えていただきましたでしょうか。では最後にですね、浩二さんの、まあ、相談したいなっていう時はどこに連絡すればいいのか、もしくは今日ね、何かあればでいいんですけども、プレゼント的なものがあればそちらの方をご紹介いただいてよろしいでしょうか。そうですね、ちょっとね、キャッチコピー通り、毛もない、歯もない、金もないですから、はい、ちょっとこう、プレゼントっていうのはね、こう形のあるものではできないんですけども、うん、そのね、私の友人なんかでもちょっと部屋を、どうも雰囲気が悪い、嫌な感じがするっていう時は、僕、お清めしに行くこともできますし、ちょっとね、交通費は見ていただかないといけないかもわかんないですけども、ちょっとこう最近なんか、何してもうまいこといかんなとか、そういう風な時は、多分なんかがついてるか、そういう風なに影響されてるっていうのが多々あるんで、はい、まあ、除霊まで言う、いや、できるかどうかっていうのはね、その、表示してるっていうのは、この画面を通してでは見れないんで、どうしても直にお会いしないと、はい、直にお会いするとね、どういう風な、守護霊様がついてるかとか、そういうふうなのも見えますんで、はい、まあ、それがプレゼントになるかなって、いう感じですかね。はい、ありがとうございます。まあ、皆さんね、もしね、お近くの方いらっしゃいましたら、見ていただくだけは見ていただけると思いますんで、その辺ね、ちょっとこういう時期なんでね、なかなかお会いしましょうみたいなのは難しいと思いますけども、それでもやむにやむれずって方がいらっしゃいましたら、浩二さんの方にね、まず連絡してみたらよろしいかと思います。連絡先はどちらがよろしいですかね。はい、今日のね、僕の今日の最後までの YouTube の動画にはこの URL とかを貼ってたんですけども、明日以降を配信する動画に関しましては、私の Gmail とちょっと、そうですね、まあ Gmail を貼りますので、はい、まずメール友達から始めていただいてですね、はい、でね、また以前やってました小さな相談室っていうのもですね、これはちょっと無料期間を長めにとってですね、いずれ有料化にしたいなって考えてますんで、はい、無料化の間にですね、はい、メールでご相談いただければ、限定動画を撮って、はい、文字でこう感情を伝えるっていうのは難しいから、うん、私はなんとかね、こう YouTube を塾上さんのね、教え通りコピーペーストっていうのをマスターしましたんで、メールアドレスが分かれば、はい、個人限定動画を送らせていただきますので、はい、まずメール友達になっていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まあ皆さんね、浩二さんの動画をもう見たことがある方ばかりだと思いますので、動画の説明欄にメールアドレス貼ってるそうなんで、そちらの方から、まずね、お気軽にメッセージを送っていただいて、それからね、徐々に深い話をしていただくといいんではないかなと思いますんで、そういうことでよろしかったでしょうかね。そうですね。その時に、はい、誰が誰かわからなくなるんで、コメントを書いてくれてる名前とか、ね、初めて僕もこれモニターでタブレットでモニターで見てるんですけども、うん、ちょっとね、私が名前を存じ上げない方も何名かおられるんで、うん、この今出てるね、お名前で何々ですっていう風に、書いていただければ、お返事のメールっていうのはちょっと時間かかってしまうかもわかりませんけども、必ず連絡は折り返しのメールは入れさせていただきますので、うん、明日以降配信する動画に G メール貼りますんで、そちらの方にぜひ、メールいただいたらお返事させていただきますので、はい、ありがとうございます。
まあ、ということでね、今日も時間過ごさせてもらいました。皆さん最後までお付き合いいただきましたけども、まあ、まさにね、まあ、浩二さんの最初の動画のつかみですけども、毛もない、歯もない、なんとやらで始まる浩二さんなんですけども、実に身のある時間、お話が聞けたんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでね、これからもこの浩二さんのチャンネルをご贔屓にお願いしたいなというところで、今日はだいたいまとめる話になってきました。浩二さん、本当お疲れ様でした。なんか言いたいことは結構言えましたかね。ありがとうございました。またね、こういう機会をぜひ作っていただけたらありがたいなと思っております。いやー、よかったです。本当、また次回もパート2、パート3と進めていきたいと思いますので、またね、計画していきましょう。そして今日ご覧の皆様も、ぜひね、ズーム対談、こうやって、できますよって方はね、お申し込みいただければと思います。私の方にお申し込みでもいいんですけども、浩二さんとやってみたいんだって方はね、浩二さんの方にメッセージを送っていただいて、なんとかできないかな、みたいな形でやったりとかね。で、ズームっていうのは、有料の、アプリになりますんで、もしね、これちょっと年間で2万とかかかるんですよ。ちょっと痛いなと思う方は、ぜひね、私がルームを作りますので、で、そこでね、今日のゲストは何々さんとは何々さんです、どうぞって言って、私はあと黙ってるみたいなこともできますんで、ぜひね、私のこのアカウントをレンタルルームのようにね、使っていただければと思いますんで、その辺は心配されずに、自分でズームやんないとできないってことはないんで、私がね、お時間お貸ししますんで、その辺もお申し込みいただければと思います。はい、ということでね、便利に使っていただければ、私も、ね、ズームの有料アカウントが、もうフルで使っていただければいいですから。ありがとうございます。ということですね、浩二さん、最後にじゃあ皆さんにご挨拶してお別れになりますけども、名残惜しいですね。皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、本当、たくさんの方がね、おいでいただきまして、本当にありがとうございます。僕は久保塾上さんがね、ライブをやるっていう時は、必ずのようにね、ちょっと一回だけは自分の動画撮るのに必死になって忘れてることあるんですけども、ね、こんだけの方が集まるっていうのは、僕が何回かね、ライブ放送参加させてる、いただいてる中でですね、これだけの方が集まっていただけるっていうのは、すごいです、うん、ちょっと僕は初めてなんでね、びっくりしてるんですけども、本当今日はたくさんね、の方が、貴重なお時間を与えていただいてですね、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。またね、ちょっと本当にね、もう皆さんね、個人個人にね、言いたいことっていっぱい残ってる、あるんですけども、やっぱりね、時間に限りもあるし、皆さんね、明日ね、平日月曜日なんで、遅くなってもいけないんでね、また、はい、メールの方明日から配信する動画にはメール貼り付けますので、どんどんメールくださいね。ほんで、しんすけ兄さんとか、ね、山根、ね、先輩、それから、六条のピアノマンさんね、ちょっと私が知る限りでは、おそらく同じ日に入門してるような感じなんですよ、ね。で、まあ、その久保塾長さんは誰が塾生っていうのは、久保塾長さんは分かってるけど、我々には分からないんで、ね、今日も来ていただいてます。お名前をちょっと一人だけ呼ばさせてください。この方、コメントもね、今日初めていただいたんですけども、けんかんおじさんさん、環境ですね、コメントいただきまして、ありがとうございました。今日、ライブの方もね、来ていただきまして、本当にありがとうございます。ただ、皆さんね、ミスター M さんも、これからまた交流を持っていきたいなっていうふうに思っておりますし、塾生さんばかりじゃなくね、皆さんにも、来ていただきたいと思います。で、これちょっと本名で出てるから、ちょっと言いにくいんですけども、久保さん信者の一人であり、私のね、良き友達でもあります。ちょっとね、名前は今言えないですけども、この方からも今日ね、いただき物をいただいてですね、
早速レビュー、公開でレビューさせていただきました。本当に皆さんに支えられて、この川原浩二、西成浩二っていうのはチャンネルを運営していけてるんだなっていうふうに感じておりますんで、本当に皆さんのおかげで育てられていただいていただいてますというふうな感じで、思っております。本当に今日はありがとうございました。はい、本当ありがとうございました。浩二さんもね、本当遅くまでお疲れ様でした。皆さんもご視聴最後までありがとうございます。明日もね、朝早くだと思いますんで、この辺で終わりますけども、最後に一つ、私の方から来週の告知をさせていただきます。すいません。来週はですね、今ちょっと話にも出ましたけども、ミスター M さんとね、ガチンコ男塾ということで、まあちょっと、男について語るとまたね、森会長って言われそうなんですけども、男尊女卑じゃないですからね。男の子もうちょっと見え張って生きようぜ、元気になろうぜみたいなメッセージをお届けしたいんで、このガチンコ男塾みたいなのね始める、その第一発目にそのオンライン焼肉というね、なんかとんでもないことを始まると思いますんでよろしかったらまた引き続き、ご覧いただければと思います。来週の21時からですね、またね日曜日の夜になりますけども、お腹を空かせてご参加ください。どうしてもね焼肉のセットが難しい方は焼肉弁当を画面の前に置いて参加していただければと思いますんで、はい、では最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは本日は以上でございます。浩二さんお疲れ様です。皆さんもありがとうございました。